はい、こんにちは、物欲長屋人です。今回は IGP スポーツさんからのレビュー用品です。 IGP スポーツはサイクリングアイテムで定評がありまして、聞いたことある方も多いのではないでしょうか。私もね、このモデルの上位機種を以前紹介させていただきまして、今回ね、その兄弟モデル IGP スポーツの VS500 というインテリジェントライトご紹介いたします。いわゆる自転車用のねフロントライトですね。もうね、夜間必須でございます。ライトしっかりとね、皆さん点灯してますでしょうか。そのようなライトもね、非常に明るいライトを使うことでね、対向車もしくは自分自身の視界を確保するという点でもね、非常に有益かと思います。で、どのようなライトがいいのと悩まれている方にはね、今回の VS500 というライトはね、良い選択肢の一つになるんじゃないかなというふうに思います。前回ご紹介しましたこちらですね、 IGP スポーツの VS、 これはね1200というね、1200ルーメンの明るさを持った非常にね明るいライトのモデルなんですよ。はい、このようにもうね眩しいんですけれども、これ動画で以前紹介しました。で、500というのはね、まあお察しの通り500ルーメンということで、この1200に対して500の明るさを持つということで、まあ、若干ね輝度は落ちるんですけれども、それでもね十分な明るさを持ってますので、その分ねお値段も安いというモデルになります。で、今回ご紹介するのがこちら。外観見ましたところ、ほとんどねデザインとしては一緒です。大きさデザイン一緒です。見てください、こんな感じで左側が VS500 というモデルです。 VS1200若干ね、この辺りの仕様が変わっています。この装着するマウント部分の形は一緒なんですけれども、これはもう本体にね、このようにネジでね直差しされてましたけれども、今回のモデルは非常に硬いねゴムパーツみたいなもので、こちらこうはめてあるだけですね。なので、これをずらしてね外そうと思えば外せるという感じなので、まあ、懐中電灯としてもねこう使えるような感じになりますね。やっぱ緊急時にねライトの確保っていうのはねかなり重要かと思いますので、これ別に自転車だけでなくね、普通にこう家に置いておくことで、長時間使えるねライトとして使うことができますので、そういった使い方もねいいと思います。で、こちらが今 VS500 というモデルになるんですけれども、十分なね明るさですね。500ルーメンの明るさありますので、まあ、普段使いにはねこの明るさで十分じゃないかなと思います。1200、そして間のね800っていうのもあるようですね。800の、まあ、弟分というね位置づけになるこの VS500 というモデルですけれども、これ6900円で購入できますので、この辺りのグレードとしてはね、手軽に入手可能なねスマートライトじゃないかなと思います。スマホとの連携もできますので、そのあたりも非常に賢いですね。こちらバッテリーは 4000mAh のバッテリー、もうちょっとしたねポータブルモバイルバッテリーですよねぐらいのバッテリー搭載してまして、最大の500ルーメンですと8時間ね持つようですね。はい、3段階切り替えができまして、これが今一番ね明るい500ルーメンになります。で、100メートルの照射範囲と220度の照射角度ということでね、このように前方をしっかりと照らしてくれるような形になってますし、もちろん雨に降られても大丈夫です。 IPX6 の防水性持ってますし、これね落としてしまっても 1.2 メートルからの落下にも耐えれる耐衝撃性がありますので、非常にね外観もこれ金属筐体でねしっかりとしてますね。ほんとあらゆるまあ光のね確保に使えるんじゃないかなと思います。で、実際6種類のこちら照明モードに対応してまして、長押しでこちら電源オンになります。操作も簡単です。単押しでこうね切り替わります。こちらはねカスタム、これアプリで自由に明るさ設定できるモードと、これが通常です。通常、そして強ということで、これがね500ルーメンです。かなりこれでもね明るい、非常に明るい、こんな感じライト持ってますので、うん、1200もねまあ正直いいかなっていう人は、ね、これで十分ですね。そして2回押しでなんとねこの点滅モードもあります。
低輝度点滅と、高輝度点滅ですね。この2つのモードがあります。あと最後 SOS ですね。電源オンにして3回押しますと、SOS の点灯パターンでね照射してくれますので、まあ、何かあった時にも安心ですね。で長押しでオフというね操作感になります。非常にデザイン性もねかっこよくて、充電タイプです。後ろにこのようなタイプ C のポートがあります。これしっかりとねゴムでパッキンされてますので2時間で充電ができますのでね、このあたりもスムーズに充電できますね。まあ、普段乗りちょい乗りしている場合はねなかなかすぐにバッテリーなくならないと思いますけれども、まあ、ブルペとかそういう、ね、長時間ライドとかね連休とかで何日でもサイクリングして夜間走るような方ですとね、まあ、なくなったらモバイルバッテリーとかで2時間充電すると満充電になります。で本体見ましたけど付属品ちょっと簡単に紹介しましょう。非常にシンプルなこの取扱説明書です。まあ、スマホのアプリからね見れば一発で分かりますけれども、多言語対応した説明書日本語も書いてありますので最低限のね操作はねこれを見れば分かると思います。特にねこの照射パターンですね、はい、最大が500で、そして点灯弱が250、そしてカスタムがデフォルトは100になってます。まあ、こういった感じで、バッテリー持続時間も500だと8時間、そして250だと12時間のデフォルトの100だとね35時間も持ちますよというのが書いてますし、スマホのアプリからねバッテリー残量を見ることができますので、まあ、ざーっとねこのあたりはね、まあ、こんな仕様なんだなっていうのとボタン操作をね見ておくぐらいかなと思います。このようなしっかりと、分かるようなね説明書が付属しています。あとやっぱりハンドルに取り付けるためのねこのマウントパーツですよね。本体にはマウントの規格がついてまして、これね、まあ、汎用的なものですね。カチッとこう回転させると取り付けられて脱着ができるというね、まあ、よくサイクルコンピューターでもあるようなこういった仕様なんですけれども、ハンドルにこう取り付けて上に向きに取り付けたり、こう下向きにぶら下げるような形で取り付けたりできます。はい、ここはハンドル径に合わせて細いゴムと太いゴムこのように入ってまして、ハンドルをこれネジを外してですね挟み込んで締めるという感じになりますね。そのためのこの六角も入ってますので、このあたりのねしっかりとマウントしたパーツも含まれているっていうのがなかなか嬉しいところですね。やっぱりねこうしっかりと装着しないと不安でもありますし、走行時にね取れてきたりするとね落下の衝撃性はあるといえ壊れてしまいますので、こういったねしっかりとしたマウントパーツあるのは嬉しいところです。ということでここのボタン操作だけでね普通にライトとしての使い方できるんですけれども、このインテリジェントライトというようにねアプリの連携アプリで操作できるっていうのがね、まあ、この商品の売りなので、そのあたりの機能も見ていきましょう。ではこちら IGP スポーツライドというアプリを使います。VS1200 でもね使ったアプリとなります。今ねどれも電源オフになってますので、まずねこのライトの本体の電源をオンにいたしましょう。このようにね今照射してますけれども、デバイスのところはこのようにもうペアリング済みです。これデバイス追加から、ライト製品ってやるとね電源オンにするとすぐ製品名が出てきますので、まあ、それをタップするだけで簡単にペアリングができます。でその中でもこの VS500 が今オンラインになってますので、スマートヘッドライトバッテリーの容量 98% ですね。こんな感じで今、このライトと、ね、接続ができた状態です。で現在のモードがカスタマイズ1ということで、カスタマイズ1って、どんなモードというとですね、このヘッドライトモードっていうのを選択しますと、カスタマイズ1というのがありまして、これでねライトの明るさ設定することができます。今ね 10% になってます。マックス100がこれがね500ルーメンと考えると、50% でこれね250、そしてその半分の25で125と、まあ、こんな感じですごいですよね。これスライドして明るさをね切り替えることができます。で照明モードはねちらつき、これね間隔を設定することができます。このように今長いですね、照射時間を短くしたり、サイクルを4秒になってるのを今例えば1秒
にするとこのように1秒間隔で点滅したりすることができます。このようにねカスタムで自由に設定ができます。でヘッドライトモードそのままいっちゃいましょう。中程度の明るさで常にオン、これがね250ルーメンだと思います。高輝度点灯これ500、フラッシュ低輝度フラッシュ、そして今のカスタマイズということでこのようにね5つの照射パターンというか明るさ切り替えることができます。スマホから操作できるのは便利ですね。そして現在がね今どうなってるかっていうのがこのライトの状態、現在のモードがカスタマイズ1と出てきます。で、今のモードだと使用時間、これバッテリー残量ですね、今 97% で残り17時間45分持ちますよという設定ですね。一番明るい高輝度常時点灯にすると一気に減りまして7時間40分、だいたいこれ8時間と出てましたので一番明るいのでも8時間です。まあ、中程度低輝度、カスタマイズ1、まあ、弱だとねこれ17時間持ちますのでこのあたりのバッテリー持ちもね分かるというのは嬉しいですね。そしてインテリジェントな関数構成、これが面白い。自転車のねコンピューター、サイクルコンピューターとの同期ということで最高の電源をオフにすると、自動的にね、オフになるという機能もあります。それが今オンになってます。ちょっと試してみましょう。再婚ね、特定の再婚になるんですけれども IGP スポーツの BSC300T というこれまだ紹介してますね、これから紹介する再婚ですが、これ電源オンにしましてもうねこのセンサーとして登録されてます、してます。はい、今このようにね VS500 をね登録してある状態で使用になってますよね。これで今ライトねついてる状態ですけれども再婚で、まあ、ライトが終わりまして電源切るとしましょう。はい、これ長押しで、はい、で電源オフと押した瞬間にほらライトも一緒に消えるんですよ。この連動性すごいですね。同じ IGP スポーツだからできることかと思いますけれども、こんな感じでね連動してオフにできるという機能があります。実際に、ね、自転車に装着した状態で電源オフにした様子ねご覧ください。こんな感じでね電源オフにすると同時に消えると、まあ今やったことをね同じことやってるだけですけれども、こんな感じの連動機能もあるっていうのが一つねすごいとこですね。ただねこれ電源オンにしたからといってライトの電源も一緒につぐということはないですね。はい、それはありませんので電源オンに関しては手動になります。スマホのアプリから電源オンも、できませんので、ね、そのあたりご注意ください。ではアプリ続きまして戻りましてインテリジェントな関数構成です。あれデバイスがね一旦今切れちゃったのでもう一回更新しますけど、まあつながりましたね。で速度による明るさ、これもね面白い点でして、なんとね加速すると明るくなって減速すると暗くなるというねすごい機能がついてます。これのオンオフ機能もあります。あとオートスリープ、2分経つとね自動的にオフになるよっていうところだったり、あと止まっている時にねこれね G センサーもついてるのかな、あの止まっている時には低輝度になるとかそういったねモードもありますので、まあ、これらがねインテリジェントな関数構成というね機能となります。またファームウェアの更新、このねライトのファームウェアがね更新できるっていう面白い機能がございますけれども、こんな感じで今 V1.11 というバージョンでございます。これらがねこの IGP スポーツのラインナップの中のね一つとして、デバイスで登録が可能になってますので、VS1200 も今オフってますけれどもとともに VS500 弟分ね選択肢の一つとして検討してみてはいかがでしょうか。あとね後ほどというか別途紹介します BSC300T というスマートオドメーターと書いてますけれどもサイクルコンピューターですね。これもねコスパ非常に良くてね今日も走ってきましたけれどももうねカラーでね見やすくてそしてナビ機能もあってねこれもいいのでねまた、後日アップしますので気になった方ね、チェックしておいてください。では実際こちら装着した感じをねご覧ください。自転車、私もロードバイクですね、まあ登場何回もしてます。このジャイアントにつけた状態です。
で今回マウンドですけど、この付属しているものではなくて、前回紹介した時に、付いてたのかな、別のマウントのアダプターですね。これしっかりとした IGP スポーツのマウントのね、ステムを取り付けてかっこいいですね。ここにサイコンとライトをね2つつけてます。こんな感じで下側にライトつけて上にサイコンということで、もう IGP スポーツセットというね組み合わせですけれども、この組み合わせね本当いいですね。サイコンの電源オフにするとライト消えますし、連動してますし、しっかりと干渉せずにライトとサイコンがね取り付けられますので、こういったスタイルいいんじゃないかなと思います。これどうでしょうか。でね、これでいろんなね場所回ってきて、名古屋城とかね、このホテルめっちゃできてましたね、すごい。あと鶴舞のね AI ステーションセンターも、ね、できてましたね。まあこのね名古屋界隈いろいろと新しいものどんどんできてますけれども、まあこういったねサイクリングでポタリングみたいなところをするお供としてね、こういったライトね、まあ明るいうちに帰ってこればいいんですけど、こういった暗くなった時にはね一つ持っておくと安心かと思います。というかね必須ですのでね、警察官に止められちゃいますのでご注意ください。で明るさなんですけれども、やっぱりね1200と500ってね、まあ、変わりますよ。変わりますけどね、何でしょうね、普段使いにおいてはね、まあそこまでね劇的に変わるかというと、まあ、そうでもない、ちょっとね暗くなるかなって感じです。これが1200で、まあ、ちょっと分かりにくいですけどね、これが500という感じで、まあまあまあ全く違うとは言いませんけれども、屋外とかね照射してみましたけれども、まあ、それなりに暗さはね少しありますけれども、まあ普通のねママチャリのライトを考えればね、もうこの500で十分な明るさの強度だと思いますのでね、はい、1200はちょっと高い、これ1万以上確かしました。ただお手軽に500活用できるという観点考えますと、このね500っていうのはねいい選択肢なんじゃないかなと思います。このね電源ボタンのライトのね光具合も500ねはっきりとしていてね、いいですよね。こんな感じです。質感としても非常に良いものになってますし、このレンズの部分もこのようにディフューザーというかスリットがちゃんと入ってますね。1200はつるっとした感じなんですけれども、これしっかりとこうね拡散の入ってますので、これ柔らかくなるのかな光が。はい、このあたりもね、何でしょう、ハイグレードとはいえむしろ機能上がってる部分もあるかなと思いますのでね、ぜひ参考にしてみてください。まず VS500 の明るさです。はい、こちらが今ね一番明るい状態ですけれども、どうでしょうか。しっかりとね前方、しっかりと前方を照らしてくれる明るさを持っていると思います。では比較して VS1200 を点灯してみます。こちらが VS1200 の最大の明るさです。ちょっとね絶対値の明るさに関してはこれ動画でね露出の補正がされちゃうので比較は難しいところですけれども、このね光の広がり具合がお分かりいただけるかと思います。この VS1200 はね明るいんですけれども、ものすごくこのね本体単体では、ただこのようにね拡散しないんですよね。この表面のねレンズがディフューザーみたいなね形をしてませんので、このようにダイレクトに円形に照射されます。なので照射の範囲としてはね狭いですね。このようにかなりねピンポイントに絞られるような形になります。一方 VS500 はこのようにマックスの明るさはね1200には及びませんけれども、この照射する範囲といった観点では非常にね広範囲に照らせると、このようなメリットがあります。目で見てもねかなりこの扉のね全体をこう照らしてくれています。こちらが1200です。絶対値的には明るくなってますけれども、このような感じで照射範囲を相対的に見ると、まあ先ほどの VS500 でも十分じゃないかなと思います。ちなみにこちらが VS1200 で500までね落とした状態ですね。はい、明るさ的には先ほどの VS500 と同じですけれども、このように照射範囲が円形にスポットになってますので、これだとね先ほどの VS500 の方が圧倒的に見やすいかと思います。 VS1200 と500のね照射範囲明るさの比較検証でした。
ということで今回は IGP スポーツの VS500 というインテリジェントライトご紹介いたしました。今回もご視聴いただきありがとうございました。